1980年、アメリカ合衆国大統領選挙は、1980年11月4日に、行われたアメリカ合衆国大統領選挙。現職の民主党、ジミー・カーター大統領を、共和党のロナルド・レーガン候補が破って当選した、ジョン・バヤ・アール・アンダーソン候補者、選挙戦の序盤、党の推薦の候補は、元 CIA 長官及び共和党全国。 委員会議長のジョージ・ブッシュだった。しかしながら、初期の討論で右派で新自由主義者のロナルド・レーガンが、経済問題についてブッシュと議論し、有力候補として、当格を表した。また選挙戦の途中で、共和党では、数少ない、リベラル派のアンダーソンが、予備選挙を離脱、独立系候補として、大統領選に出馬してしまう。候補者。 ジョン・カイ・ケネディ元大統領の弟のエドワード・ケネディは1969年7月に起きたジャパキディック事件における倫理的責任と自己管理能力を問われカーターに敗れた。選挙戦ではイラン・アメリカ大使館、人質事件や経済的な不況から現職のカーターが苦戦を強いられた。また大統領選の公開討論ではカーターが アンダーソンとの公開討論を拒否、カーターとレーガン、レーガンとアンダーソンの間でのみ、公開討論会が行われた。青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は、得票率の差。得票率差1%未満、マサチューセッツ州、0.15%テネシー州、0.29%アーカンソー州、0.61%、 得票率差5%未満、アラバマ州、1.30%ミシシッピ州、1.32%ケンタッキー州、1.46%サウスカロライナ州、1.53%ハワイ州、1.90%ノースカロライナ州、2.12%デラウェア州、2.33%ニューヨーク州、2.67%メリーランド州、2.96%メイン州、 3.36%ミネソタ州3.94%ウェストバージニア州4.51%ウィスコンシン州4.72%得票率差5%以上10%未満ルイジアナ州5.45%バーモント州5.96%ミシガン州6.49%ミズーリ州6.81%ペンシルベニア州 7.11%イリノイ州、7.93%コネチカット州、9.64%オレゴン州、9.66%ありがとうございます。